はいどうもこんにちは、翔平 TV です。こちら山内くんです。 MLB ドリームカップ、ニューヨークメッツで一緒になったサウスポーのね、あの特大のね、ホームランを打った彼なんですけど、今日はちょっとキャッチボールをしました。で彼は左利きで、左のカーブめちゃめちゃドローンっていうカーブを投げるんで、ちょっと今日は見させてもらったんですけど、左のピッチャーの子いましたら、彼のカーブ、見てみてください。もう何回見ても OK、 何回見てもいいんで、彼のカーブをぜひとも学んで、すごいね、打者が打ちづらいカーブを投げてもらいたいと思います。では本日の動画は以上になります。チャンネル登録、ツイッターのフォローお願いします。それではありがとうございました。